大相撲夏場所で初優勝し大関昇進も確実にした関脇照ノ富士関が25日、千秋楽から一夜明けて記者会見し、まだ信じられないと語りました。前からはずっと夢みたいなことだったんで、こうやって自分でそれをもらってるってことは本当にもうまだ信じられないって感じですね。モンゴル出身で23歳の照ノ富士関は夏場所を12勝3敗として平成生まれで初めて優勝し、大関昇進が事実上決まりました。27日に開かれる名古屋場所の番付編成会議と臨時理事会で正式に誕生します。